キャロル・ベイヤー・セイガーキャロル・ベイヤー・セイガーはアメリカ合衆国ニューヨーク市生まれの作詞家、作曲家。キャロルの作曲した最初のヒット曲はマインド・ベンダーズのグルービー・カインド・オブ・ラブで、この時彼女はまだ10代だった。1975年、メリサ・マンチェスターと共作したミッドナイト・ブルーがマンチェスターの歌唱により全米トップ10ヒットとなった。 1977年には、エレクトラレコードから、初のソロアルバムを発表している。映画の主題歌、挿入歌なども、多数手掛けており、007私を愛したスパイのテーマ、Nobody Does It Better、アカデミー一家曲賞を受賞した、ミスター・アーサーの主題曲、ニューヨーク・シティ・セルナーで、Love in New York のテーマ、That's for At Friends Are、for、がカバーして、大ヒット、キャメロットのテーマ、 ザプレイヤーなど多数の曲を作っている。ありがとうございます。